から、役所に取ったんですね。で5年数ヶ月でそこ退職して、その林業の現場に入ったんです。29歳の時に、まあ、あることがきっかけで独立したんです。それからもう何もないんで、一から機械とか全部設備増やしていって、で大体木っていうのは夏に切って秋に出すっていうあのパターンがあるんで、やっぱり記念市いうて大きな市があるので、それに向けてあの木を出材する。木がなかったらできませんよね。そうですね、山にどんなに商品がある職人とか世話をするだけの木やったら森林組合とか補助金があるんで、それで行くだけで成り立つんですけど、やっぱりその木を切って出してなると、そんなに土台がなかったなと思います。他のこっちの木を使ったあの棺ですね、棺桶、去年の6月にあの京都府知事さんより知恵の系の報告書っていうのを認定もらったんですけど、今まではこうやってきたし、まあ、今後どうするんやということで、今後のなんか展開というのも考えなあかんということで、こんなになかなかそんな思いつかへんですよね。ずっと考えててある時、ふっとあの棺のことに気がついたんです。で調べてみると、もうほとんど中国製やと。日本人なら日本の山で育った木で、ぬくもりのある棺で最後あの旅立って山に帰ってもらいたいというのがみんな思うやろうと。でそれであのそれ に, あのに取り組んだんです。 95% ぐらい中国製ですね、まあ、外国製ですね。昔はもともと日本製やったんですよ。けど安いんです。仕入れ値やったら6倍です。ただあの今既存のやつを作って、それで認定もらって、新たにバージョンアップでいろんなパターンをね考えてるんですけど、あのけどやっぱり葬儀屋さん相手がメインになってくるんで、今の状態やったらね、そこに安い棺を入れられてるのに、高いですわね、国産の。そこをどこまで取り扱ってもらえるかっていうのが問題ですね。ただそれをあの一般の人があのそういう現状やと分からはれへんので、それを分かってもらったら絶対そっちの方がええっていうのは大半の人はそう思われると思うんですよ。それをやっぱりイベントとか出て出展して入館体験とかして、いろいろとこう PR する活動をしてるんですけどね。従来 の, あの日本製の棺は杉とかではなかったんですね。でもあの基本あの 無地な木があのメインやったんですけど、ここは無地な木というか、その節の中の売れにくいところの分を売っていきたいっていうのがあったん で, でその杉は節の材料 で, でヒノキは上等なんで無地でしてるんですね。独自産業って僕もあの知らんかったんですけど、生産者、農林水産業生産者しか取れないんですね。それなんで、だ自分で生産したものを加工して直ユーザーにつなげるようなことをしなあかんんですけど、林業っていうのはもう何十年のサイクルで木が育ちますよね。例えば今大半は、まあ、住宅になりますよね。住宅になってどうぞって、そこまで死んごとには独自産業にならないんですけど、新しい商品を作ることによって認定してもらいますよね。今までいろんな木材の商品が出てきてる中で、新たに新しいものってのはなかなかねないんですよ。僕、独自産業を支援してもらっている中小企業診断士の先生のお知り合いの方が造形大学におられて、その新しい施策をするのに相談しとったんですね。一つこれイベント用に書いてあげようと、でこれ指針、守り神指針と天女さんだと、でこれの中が布団が入っているんですわ。これがオガコの布団なんです。この中がこの中がオガコの布団なんです。あ、これがオガコを使っていらっしゃる、はい、そう、家さんが布団引いてもらわなあかんわってなって、布団で、あの時はったらオガコの布団したらどうかなと思って、で引いたんですよ。ほなもう農鑑士の人がもう絶賛したはず。人間から汁出るんですよ、すぐ吸収するし、それとドライアイスが長持ちするんですよ、オガコは。
で入られて、うわすっごいいい匂いやなと、うん、コカ・コーっていうのはあの、こう生産を途中で出ますよね、あの削りかすと、はいはい、それを捨てるもんを再利用して、それによって香りもいいですし、あの水分を吸いますよね、うん、そこで、あ、これやったら東京行けるん違うかなと思って、で先生に 言うたら、あ、行けますよって、まあ、申請しましょう、で今年の6月でしたか、出したんです。ああそうだったんですね、はい、最初こうおかんって聞かれた時にどう思われましたか。いや私はいいと思いました。工場の中に行ったら、ああそれはいけるって、だいぶあのその時はあの苦しんで考えられてましたけどね。先生はいい、この報告書には載せんときましょうよって、あまりこのインパクトが強すぎるんでって、新商品の開発にしときましょうっていうことで、それを初めてあの葬儀屋さんとかに行ってあの今の現状を聞いて、でそこでもっとやっぱりこんなものを伝えていきたいっていう意識がすごい思われて、もう販売の方は慌てずゆっくりあの、まあ、消費者の方にも理解してもらいながら、あのこんなものを使っていきたい、あの昔ながらのね、あの岐阜、まあ、京都の山の木で大事な人を財布を送りたいっていうような、もともとね自分と自分のもともとのコアの事業をね、その山をね敵を買ってきてそれをまあ一番売るっていうようなところをしっかりされてるんで、まあ、そこら辺がしっかりしてる分、まあ、ゆっくりできるっていうのもね、お買い屋さんじゃないので、まだ地元の人もみんな知らないんですよ、こんなんあるっていうのは。完全に完成してないんで、3月までに完全に完成した形だけは作ろうと、で4月以降にまずまず地元から、せめて地元の人ぐらいをね全部それ提供してあげたいんで、ある程度形を何種類か決めて、もう一つのこのパンフレットみたいな何かにできて完成です。一つのもんには作ってますけど、なんかそれではやっぱりまだ完成じゃないです。そのために今あのやってるんです、試作とかやりながら市場調査もしてるんです。一番利益が少ないのは生産者ですわ。中間販売者が一番利益多いですわね。生産者はマイナスになりますもんね。でだから例えば葬儀屋さんなんて膨大な利益ですわね、これ売られることによって。それがね、なんかね、なんかそれがね、納得できるんだね。それを何とかしたいんですよ。でもそんな膨大なあの値段で売ろうとしてられないんですよ、適正価格で。でもそんなんじゃない価格になってるんですよね、やっぱり違うんじゃないか。もし物としても本物を売りたいっていうところの意識であの思ってられるんですが、でもやっぱりそこであの利益が乗っていかんとあかんので、同じそのお買い屋さんじゃないんやから葬儀屋さんに同じように売っていくのはやめましょうと。それもリサーチした調査の結果、あのそれをもうやめましょうっていうことで、ゆくゆくはこうご自分のところでこう作られたらっていうことも、もちろんそれは目指すところですね。あのそうすることによって、そのまたたくさん出ることによってそこに雇用ができますよね、一つので、今日みたいな天気の悪い日でもそっちの方の仕事にしようかとかね、あの確実なあの採用の日程を取りますよね。でも来年とりあえずその年間で250本、はい、目標は、目標はその次はどうですかね。それは1ヶ月100本でしょ1ヶ月100本で、そうするとゆくゆくはということは、あの1200でしょ、約1割ですよね、京都のですね、で特許取ることによって京都やなしにこう日本中で してほしいんですよ。全部作るのは無理ですわね。で地区そこの県で取れた木で使ってもらうのが一番よろしいやん。そうですね、そのための中心が京都なんだけど、この6次産業って言ってしまったらもうそこにブーって行くでしょう。根本的は違うんですよ、やっぱり山のを守ることを前提にした6次産業であるんですよ。6次産業を取るための林業はないんですよ、山を守るための6次産業がなんです。これも一つの手段、手法と、元は 山を守っていくっていうの。ここが上っ面だけのやつだったらしてもらう方がいいですわ、かえってそんな軽々しいも違いますので、林業というのは。まあそれはね、取ることによって広がりっていうのは結構大きいですので、
使い方はだと、いろいろあると思うんです。そういうのをまず、創業されるような方なんかはそういうのをまず目指さはる、目指してアイデアを作った夢を膨らませはるって形にしはって、それを計画的に合わせるっていう、もちろんやり方もあると思うんです。でもやっぱし夢を形にしてもらいたい、それを支援していきたいっていうのがありますね。いやもうそのどうやろうね、それはもうそんな夢を語ると果てしなく、かわいそうですね。それはもう全国展開でしょ。じゃあ全国制覇でしょ。特許持ってるんで取れたら全国制覇できますよね。そうですね、絶対それ通さなかった。それをやっぱり日本中の日本のこの人にも誰々そんなには使ってもらいたいですね。日本人だと同じ。それと逆に中国の金持ちに高級な日本の棺を流出してるようなぐらい思ってますよ。そこまで夢は。プロフェッショナルな仕事なんで、誰でもできひんので。